今日10時から行われてきましたこの決勝最後の種目を迎えます。松友美咲さん、日本ユニス東京都。多くのバドミントンファンが入りました代々木第二体育館。お前です。数野健太さん、栗原彩音さん、日本ユニス東京都。栗原さん、トゥーサーとー松友さん、ラボーンプレイ。さあ試合が始まります。栗原がサーブのサインを出して後ろからカズノ、ネットにかかりました。最初のポイントはカズノ栗原です。1ゲーム21点、2ゲーム先取で行われます。松友の強打。いや松友も力強さありますね。そうですね、本当に高校を卒業して日本ユニスに就職して、最初はですねやはりスマッシュの威力がすごいなかったんですけど、やはり世界を舞台に活躍していくたびに力強いスマッシュがですね打てるようになってきましたよね。2人の間松友返す、これはネットインです。ポイント数の栗原2対1リード。そうですか、うまさという話もありましたが徐々に力強さもついてきた、はい、そうですね。こちらは日本ユニシスチームのキャプテンでもあります数野です。おっと今度は逆にこちらがネットインです。まあ、本人も女子ダブルスもこの混合ダブルスもどんどん自分から仕掛けていくのが持ち味と話します松友、はい、前で松友前に落とします。強烈、よく拾った。押し込みました。いいラリーですね、はい、やはり強烈な男子のスマッシュも拾っていかなくてはいけない女子なんですね、はい、今松友選手も栗原選手も、本当に決まっても、ね、おかしくない球をしっかりディフェンスをしましたよね。なのでああいう形になると本当にこう長期戦になる可能性も十分ありえますし、やはり見ていてもこう迫力がありますし面白いですよね。そうですね、はい、見てこれはアウトです。この混合ダブルスで言いますと男子がこの女子を狙うというのは一つ攻撃のパターンにはなってきますかね。そうですね、基本的にチャンスの場面ではそうなんですが、やはりつなぎ球だとかロブが深いときに安易に女性に打ってしまうと逆にカウンターを取られてチャンスを相手に渡してしまうので、無理に女性に狙うことは基本ないですね。なので本当に空いているところを考えながら緻密にこうプレーしなくちゃいけないというのがミックスの競技ですね。ここもスペースに落としていきましたカズノです。カズノは30歳、早川29歳、男子同士の、ここは栗原うまく落としました、はい、今後ろにローブと見せかけてネット前に落としたんですけど、栗原選手もともとはシングルの選手なんですね。なのでああいうネット前のプレーのフェイントのかけ方っていうのは非常に上手なんですよね。後ろから栗原、アウトです。栗原は所属チーム女子ダブルスではシニア選手と組んで、まあ、主に後衛ということになるんですけれども、はい、やはりシングル経験があるということでそういう前の器用さもあるんですかね。そうですね、あと運動量も非常に豊富なので、どちらかというとミックスの選手っていうのは体周りが取れるけど遠くに打たれると動けないっていう選手って多いんですよね。ですけど栗原選手は本当に運動量も豊富なので
カズノ選手は思いっきり前衛にこうあの突っ込んでいってもカバーがしてくれるので、はい、カズノ選手も安心してあの自由に動ける部分もあると思いますね。まあ、基本的には女子が前後ろが男子ということになりますが、栗原の特徴を生かすとすれば逆も生きてくるわけですね。はい、もちろんそうですね。そういう形の幅っていうのも数の栗原選手にはありますね。とここで2点差が開きました。数の栗原リード。ネットに当たってこぼれました。アウトです。ここは一発で打ってきました。カズノ選手も1メートル70センチ、はい、男子としてはそれほど大きくないんですけれどもね、力強いですね。やはりあのカズノ選手は運動量と瞬発力が、はい、本当に日本のバドミントン選手の中でもトップクラスなので、僕も長年日本ユニスでカズノ選手とは年齢も近いので一緒にずっと練習していましたけど、まあ走るのも速いですし何をやらせても、もう運動能力が抜群ですよね。そうですか。なのでこういうジャンプして攻撃、直進するダッシュの衝動の動き含めて、やはりこう日本の中ではトップクラスなレベルだなというふうには感じますね。とこれはネットにかかりました。ここで再び同点です。8対8。カズノ栗原チームが先行して早川松友チームが追ってくるという形ですが、先に11点までとするのはどっちでしょうか。松友のサーブ、前で松友作ってスマッシュ、もう一度プレート、ネットです。このあたりのラリーはいかがですか。はい、非常に早川選手も冷静ですよね。やはり無理にクロス打たずに和野選手のこう取りにくいところをめがけてしっかり打ち込んでいるので、非常に落ち着いてプレーできていると思いますね。3連続ポイントで早川松友先行、ネットです。4連続ポイント、奥を狙ってきた。うまく落としました栗原です。こういううまさもあるんですね。はい、うまいですね。早川選手は本当に体周りのコントロールっていうのはピカイチ、やはり技術の高さもあるので、はい、非常に高いんですよね。なのでなるべく早川選手の本当に守備範囲外のところですね、なるべく遠くのところにシャトルを落とすことで本当にチャンスっていうのが生まれてくるので、栗原選手すごく今考えたプレーですね。奥を狙ってきた。フォルトですね、栗原選手の。少しサービスが高かったっていうことだと思いますね。打つ位置が、まあ、腰、あばら骨の一番下というところになりますが、はい、それ高かったというところですね、はい、これで11点先に達したのは早川、松友ペアということになりました。11対9です。まあ、この混合ダブルスというのはこの男子同士、女子同士 の、まあ、その気持ちの戦いというのもあるかと思いますが、はい、カズノ選手と早川選手はともに滋賀県出身で、はい、小学校も同じで、はい、日吉中学校、比叡山高校、日本大学と全て同じ、そうなんですよね、ベストタロティそうですね、はい、全て同じ道をですね、どちらかというと早川選手が追いかけていったという形ですね、はい、なのでよくけんちゃんけんちゃんということをですね、早川選手は よく呼ぶんですけど、なので、日本ユニスにも、はい、
カズノ選手がいたから入社したっていうのもありますし、初めは2人でダブルスを組んでいたので、はいはい、なので 今はお互いコートは違うところで活躍してるんですけれども、非常に気心知れた関係性ですよ ね、 ここは一つ年下の早川、カズノが返す、そのとこれはフレームに当たってしまいました。坂梨さん、はい、その2人ですけれどもね、入場直前見てたんですけれども、そういう関係にありながら、もう顔が近づくぐらいの距離にいた時も視線は合わせずに会話も一言もなかったですね。池田さんどうですか？いや、なんか想像つかないですね仲のいい姿しか見てないので。やはり勝負の時は違うんですね。やはりその本気度合いというか、はい、このタイトルはやはりカズノ栗原選手はこの専門でね、はい、やっている分、ここでは勝ちたいという気持ちが絶対強いと思うんですよね。しかしここで4点差に開きました。まあ、池田さんもロンドン前は塩田さんと塩田玲子さんと組んで、はい、まあ、ミックスでなんとかというところで、そうですね、そうなると余計負けられない気持ちは、負けられないですね。結構負けましたけど、いや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 、やはり最後のロンドンの、オリンピックイヤーの前年度に優勝できたのもすごい大きかったですし、やはりこうやってまだお客さんも、ね、すごく残っているので、はい、本当にミックスを、ね、皆さん楽しんでくれているなというのは感じますね。そうですね、またそれぞれのダブルスとは違った面白さがある、はい、さあ、ただここは勝野栗原は一つ踏ん張りどころですね。4連続ポイント、ここもロングサービス奥を狙っていきました。後ろから勝野見て、これはアウトです。栗原がサーブを打つときにサインを出しますね、はい、そうですね、あ、ここは後ろから勝野選手ですね、なので、まあ、勝野選手も栗原選手も、やはりお互いしっかりどこに何のサーブを打つのかっていうのは、はい、ちゃんとサインと声をかけていると思うので、やはりそういう細かいところのですね、意識の共有っていうのは、こういうダブルスミックスの競技ってとても大切なんですよね。おっと、これは栗原強烈。サービスオーバー、11-15。このサインはショートサービスかロングサービスかだけではなく、はい、もっと細かいところまで、はい、サービスを打って自分がどこに貼るのかっていうところも含めたサインだと思いますね。ここは前に早川、前に、ここで栗原が前と、これは超えませんでした。16-11、リード5点に広がっています。早川松友コンビです。これもちょっとネットを越えません。やはり今早川選手のシャトルコントロールも素晴らしいですし、松友選手のディフェンスも今状態がいいので、なかなか勝野選手のスマッシュ1本だとなかなか決まらない現状があるんですよね、なのでああいう風にドロップを落として崩す必要があるので、ああいう風にトライはしてるんですけど、今そこがですね、ちょっとミスにつながっているので、もう少しこうギリギリを狙わないように、もっとコートを大きく使えると風野選手、栗原選手いいと思いますね。どうしてもこう早川、松友からプレッシャーを受けているわけですね。はい、そうですね。一つ返しました。松友が奥を狙う、よく返す、アウトです。ここは一つ勝野栗原ペアが主導権に入れました。いい形ですね、はい、い
やはり敬語、攻撃の連続性というところがすごい大切なので、あの1本あの松友選手うまく取ったんですけど、やはりそれでも次へ次へという思いが非常に大切ですよね。うん、2人の間の前に落としました。まあ、このダブルスでは基本的には攻撃しているときは縦の形、はい、まあ、横の形になりますと受けている状態ということになりますが、できるだけ縦になって攻撃していきたいところですね。そうですね、特にミックスダブルスは縦 の、 あの関係というのが非常に大切になるので、あの横に開けば開くほどディフェンスしなくちゃいけない場面というのが増えますので、縦の、うん、関係をどれだけ継続できるかというところも非常に大切ですね。また5点差に開いて18点、1ゲーム21点、その21点が近づいてきています。奥を狙った、ここはネットです。サービスオーバー14-18。あっとヒットしませんでした。サービスオーバー19点目です。まあ、この両ペア世界ランキングでは現在は早川、松友が上なんですが、今年5月から来年5月までの、まあ、リオオリンピック限定のランキングで言えば入っています。ポイントはカズの栗原です。レース2リオのポイントだけでいきますと、カズの栗原の方が21位、早川、松友は37位ということで、オリンピックの出場ということで言いますと、この数の栗原の方が現時点では上の位置にいます。今は結果が欲しいと話す数の栗原コンビ。松友が後ろ、うんと厳しい角度をつけていきました。これで20点目、ゲームポイント、早川、松友です。アウトです。サービスオーバー16-20。栗原のサーブです。アウトです。21-16。第一ゲームは早川、松友ペアが取りました。ファーストゲームワンバイ早川圭一さん、解説は池田慎太郎さんでお伝えしていますが、第1ゲームどのようにご覧になりましたか。はい、そうですね、早川選手うまくシャトルをコントロールしながら、なかなかカズノ選手にいい体勢で打たせなかったですよね。なのでもちろん要所要所カズノ選手の攻撃的なプレーというのは目立ったんですけど、はい、やはり1ゲームを通してうまくそういうバランスを見ながらゲームを作っていってたのは早川選手、そして松友選手だったなというふうには感じましたね。まあ、3連覇を狙う経験豊富なこの早川、松友ですけれども、カズの栗原の方はですね、栗原が話をしていたんですが、最初の頃は思い切ってやれていたんだけれども、だんだんこう考えすぎるようになってきた、はい、まあ、今は少しこう悩みながら迷いながらやっているという話もあったんですけれども、そのあたりコンビを組まれた当初というのはいかがだったでしょうか。はい、そうですね、やはりもう悩んで悩んで、そしてまたその壁を乗り越えて、結果っていうのがついてくるので、もちろん強くなるためにはね、今まで悩まなかったことが出てくるので、はい、そういう、 こう強くなる壁がですね、今来てるんじゃないでしょうか。はい、まあ、こちら今早川、松友ペアも映っていますが、早川の方は
男子ダブルスで連覇を狙っていましたが、ダブルスで負けてしまいましたからね。そうですね、残念ながら準決勝で非常にいいパフォーマンスを今週もやってたんです、この大会もやってたんですが、はい、ちょっとね、園田選手、神村選手の勢いにちょっとやられてしまったなっていうのがあるので、いやそれでもこのタイトルはミックスのタイトルはね、取りたいっていう気持ちはだからこそ強いんだと思いますね。そうですね、はい、さあ2ゲーム先取ということになりますので、カズの栗原ペアからしますと落とせないゲームになります。第2ゲーム、セカンドゲーム、ラブオールプレイ。松友のサーブから始まります。ああここは栗原、サービスオーバー、ワンラウン。ここはラケットを買いましたか。そうですね、ガットが切れたのか、ちょっとグリップが滑ったのかもしれないですね。ここはネットにかかりました。全日本選手権混合ダブルスの決勝、第2ゲームに入っています。おっともったいないですね、今少し珍しく相川選手のサービスが少し浮いたんですけどね、ちょっと狙いすぎたところもありましたかね。よくこのダブルスでは3球目までに勝負ということを、はい、そうですね、特にミックスは男性は後ろからサービスを打つので、はい、本当に少しでも浮いてしまうと前に詰める時間がですね、前からサービスを打つよりかは後ろからサービスを打つ方が時間を取れるんですね、はい、なのでサーブプッシュする方に関してはすごく前に詰めやすい状況なんですよね。なのでそれだけ男性のサービスというのはとても重要になりますね。普段とまた距離感も違いますしね、はい、距離感も感覚も違いますね。アウトです。いや厳しいところ、やはり松友もしっかりと返しています。はい、やはり松友選手も本当に待たなくちゃいけないところっていうところをですね、しっかり準備できているなっていう感じがするので、本当に全日本この総合選手権2連覇して、海外でもこの2人はしっかりトップの上位の選手でも戦えますから、非常にレベルが高いなという感じがしますね。最後は松友がここは押し込みました。少しネットにかかる場面が目立ちます。カズの栗原ペア、ガットが切れましたね。はい、それだけ強烈な力が加わってるんでしょうけどね。ガットが切れると他の選手というのは気づくんですか。基本気づきますね。あ、そうですか。打った後の表情だとか、ええ、まあ、音も聞きながらディフェンスをしたりもするので、その音の変化 の小さな違いも聞き逃さないと思いますね。よく拾う、最後はアウトです。いやよく拾います、松友ペア。はい、でもやはりカズノ選手の一発の強さはありますね。やはりディフェンスを早川選手も一生懸命してるんですけど、ディフェンスの返すところがクオリティの高い返し方をよくするんですが、
やはりあの数野選手のスマッシュ早いので準備するのもこう慌てながら準備する場面もよく見られますよね。バドミントン中継はこの後3時19分から102チャンネルで放送します。102チャンネルをご覧になるにはリモコンでチャンネルの変更が必要です。追いつきました、5対5です。栗原よく拾った、カズの強烈、今度はクロス決まりました。いや、やはりこのカズノのお話になった瞬発力といいますかね、はい、やはりあのうまく早川選手松本選手ディフェンスをしていたんですが、やはりあの少しでもいい打線になるとあのカズノ選手の強打っていうのが本当に効果的に決まりますよね。3連続ポイントで逆転しました。トネットイン、これで4連続ポイント。ちょっと流れが来てますかね。そうですね、ここは早川松友ペアが少しブレイクを取って汗を拭きます。画面の左上、第1ゲームは21対16で早川松友ペアが取っています。バドミントン中継はこの後3時19分から102チャンネルで放送します。よく拾っている、102チャンネルはリモコンのチャンネル変更が必要です。リモコンの操作方法はこの後ご案内します。全日本総合混合ダブルスの決勝、現在第2ゲームに入っています。第1ゲーム早川松友ペアが取って、現在この第2ゲーム7対6とカズノ栗原ペアがリードしています。第2ゲームは7対7の同点です。解説池田慎太郎さんでお伝えしています。さあ池田さん、この11点までのこの中盤のところですね、はい、そうですね、あの今松友選手がですねすごくディフェンスも効果的に取っていて、はい、ネット前に入る入り方ですよね、あの本当に早川選手をリードするような形が見られるので、あの少しずつ早川選手もですねそれに引っ張られながらリズムが出てきているような状態ですね。まあ、それぞれのペアで持ち味があるんでしょうけども、この早川松友ペアで言いますとやはり松友の動きというのが非常にいい形ですね。あの彼女はやはり女子ダブルスでもですね経験豊富ですし、またミックスの動きもですね非常にあの効果的に動ける、そして状況状況で判断できるような選手なので、そんなに大きくはないんですけど、あの力強いショットをですねうまくタイミング合わせながら返すことができるので、本当にあの女子ダブルスでもミックスでも本当に有能な選手の一人ですね。今もこの松友がよく返したんですが、栗原が叩き込んでいきました、うん、ここは松友サービスオーバー、ナインオール。強いショットです。これも強烈、アウトです。よく見ました早川、惜しかったですね、今栗原選手うまくフェイントかけて早川選手を後ろに出したんですけどね、
あの辺のフェイントのかけ方はやはりダブルスの選手はなかなかできないんですよね。シングルスを経験していてそういったタイミングで出せる選手でしかああいうフェイントのかけ方ってできないのでああいうのが入ってくるとまたカズの栗原選手にも流れがぐっとくると思うんですよね。10対9、早川、松友ペアがリードしています。ロングサービス、よーこれは厳しい角度でした。サービスオーバー。一つここは、はい、クリア選手のいいところですね、やはり身長もありますので高い打点で鋭角にクロスに落としてやはりこういうのはセンスがある選手じゃないとできないので、はい、そういった技術も持っている選手だと思います。アウトです。サービスオーバー。11対10、これで最初の11点。早川、松友ペア1分間のインターバルに入ります。このバドミントンは室内競技でも、まあ、緩やかな風といいますけれども、はい、あのあたりが少しこう流れてるんですかね。そうですね、やはりこの体育館は風と照明がなかなか選手のね、パフォーマンスをこう上手にさせてくれないといいますか、まあ、そういうのも含めてバドミントン競技だと思うんですが、まあ、そういった影響も考えながら のプレーになってますよね。さあ後がない数の栗原コンビですがこの後の立て直しどうでしょう。そうですね、点数差は全くないので、はい、今の形で問題ないとは思いますね。やはり数の選手 の攻撃的なショットも前半は打てていると思うので、はい、それを終盤まで本当どこまで継続してできるのか、そして最後必ずこの点数が欲しいというところがあるのでその勝負どころでのポイントの取り方ですよね、はい、そういったところがどうどっちに転ぶのかでこの2ゲーム目が大きく流れが変わってくると思いますね。この後やってくるであろうこれ勝負どころですね、はい、15点以降ぐらいに来ると思いますね。早川のサーブ、栗原上げる、早川2人の間、栗原、あーっと松友ネット、そこは自ら悔しそう。強烈なスマッシュですが、早川選手も1ゲーム目はああいう姿はなかったですよね。2ゲーム目のここに来て自分の攻撃、まあ、ラストスパートということだと思うんですが、流れをこうギアを1段階上げていこうという狙いがあったと思いますね。ここは松友が後ろ、早川が前、ここで松友前、くる栗原、いやこれが女子選手の難しさですね、はい、そうですね、ここから早川選手ギア上げてくると思いますよ。なのでしっかり今までのリズムで対応していると点数離されてしまうと思います。15点以降という話がありましたがちょっとその前に早川が、はい、カズの選手も分かってますね。よく拾う、アウトです。このギリギリのところがアウトになるケースがこのところ続いています。そうですか、両ピア少し力入ってきてますか、はい、一気に早川選手の表情もですね、声を出しながらスマッシュも打ち出したので、まあ、その辺はもう同じチームなので一気に畳みかけてくるなっていう気持ちが今あると思いますね。それを感じているカズノ、カズノ来ました、強烈、はい、松友の足元、なのでここで離されずにカズの栗原選手がついていけると本当にチャンスあると思います、はい、これでまた1点差です。このスマッシュも狙いどころというのがいくつかあるかと思うんですが、はい、やはり女性を狙うというのは基本的にあるんですけど、やはり女性を狙っていても、まあ、松友選手も栗原選手もディフェンスがいいのでストレートのカウンターを取られて逆に攻撃をされてしまうという形がですね、どうしてもレベルが高くなると出てしまうんですよね。なのでそういう時はストレート勝負という形になるので、基本的には男性と男性で勝負してチャンスで女性ですよね、はい、こういう形ですね。まず早川に行ってそれからやはりこう一発で崩すというよりは何度か、はい、2、3発、はい、
男性に3発打って4発目は女性だとか、女性に打つと見せかけて男性に打つとかいう変化をつけながらの攻撃になると思います。早川、松友2点リードで15点が近づいています。うんとネットにかかりました。すごく早川選手集中、後半にかけて集中してきましたね。男子ダブルスのタイトルを逃した早川。拾う、声が出た、もう一つ声が出た、よっとこれはハウスト、いやー、はい、よく拾っていったんですがね、はい、やはりこういう形が、ミックスダブルスだなっていう感じはしますけれども、はい、やはりここチャンスだということがですね、状況を分かっている早川選手、やはり素晴らしいですね。やはりこうして畳みかけてくるんですね。やはりギアの、まあ、1段階2段階といいますか、1ゲームを少しで、ギアを落としながらの戦いだったと思うので、しのげるか数の栗原。これをよく返しました栗原。いやー、リオオリンピックを目指すためにはこれ乗り越えなくてはいけない2人だと思うんですよね。クリアル選手もいいディフェンスをしましたよね、はい、ああいうので決められてしまうと流れがもう完全に早川選手、松友選手に行ってしまうので、さっきのディフェンスは本当に大きかったと思います。よく返してこれで3点差。第1ゲームは早川、松友が取っています。3連覇を目指す早川、松友ペア。前に落とす、まあ、その前に出ましたがこれはネットです。さあこれで2点差です。栗原と松友の攻め合いは、ここはネットです、はい、1点差まで来ました、はい、来ましたね。すごく数野選手、栗原選手非常に我慢強いですね、はい、離されてはいけないところでしっかりついてきますし、すごくチャンスが少しずつ出てきていると思いますね。早めに一つギアを上げた早川、松友ペアでしたが、はい、ついていってると思います。ここは前へ前へ来て落としていきました。ここは強打来ませんでしたね、はい、やはりああいうサイドの動きの速さっていうのは数の選手あるんですよね。基本はもうあそこのロブだとバックハンドで行ったり、まあ、僕であればバックハンドで取ると思うんですけど、あれを回り込めてスマッシュの形で入れるっていうところが数の選手の強さですね。これがその身体能力ですかね、はい、やはりスマッシュと見せかけてのネット前、さすがに松友選手もあれは取れないですね。4連続ポイントで追いつきました数の栗原。バックハンドで強いショット、今度は強打、逆転、ちょうど2人の間低いところを狙っていきました。5連続ポイント、はい、今のはコースが良かったですね。本当に2人の真ん中ですね。なのでお互い取れる球っていうのが一番取りにくいんですよね。セオリーはあるんですか？基本的に形はあるんですけど、本当にタイミングと速さで打てる数の選手だからこその攻撃ですよね。サービスオーバー、ここで一つ止めました。また17対17です。さあ21点マッチ、はい、終盤ですね、サービスの3球目ここから本当に大切ですね。サービスからの3球目、はい、
おお、2球目のリターンで決めました。見事ですね、はい、少し松友選手サービス浮きましたね。でもあの速さで前にタッチできるカズノ選手の、まあ、下半身の強さとこう 直線に対しては非常に強いですからね。これで再び同点です、はい、サービスオーバー。さあその勝負どころ両ペアとも一進一退という、はい、どこかで早川選手ロングサーブ一本はあると思いますね。と言いますとやはりショートサーブに割合が基本的に多いんですけど、はい、意表をつくロングも早川選手うまいのでどこかで一発あると思いますね。ここ前に来た。よっ。栗原押し込んで19対18です。いやしかしこの辺りからはサーブもかなり、ね、そうですね。緊張感があります。そうですよね。ちょっとでも浮くとポイントに繋がらないので、はい、もう本当にギリギリを狙わなくちゃいけないですね。なのでここも緊張する場面だと思いますね。とこれは栗原ネット。また同点です。はい、サービスオーバー。19さあ次はどちらかがゲームポイントということになります。第1ゲームは早川松友が取っています。はい、ここはショートサービスだと思いますね。なかなか攻撃力があるので後ろには打ちにくいと思います。お前に来た。後ろから栗原とこれはネットにかかってしまった。ゲームポイントは早川松友。はい、マッチポイントですね。しました。チャンピオンシップポイント、はい、チャンピオンシップポイントです、はい、サービス 1,2,3 球目のクオリティが高ければ高いほど早川選手松友選手のポイントになると思いますね。後ろから栗原もう一度前に落とす。よく落とした。これは見事、はい、カズノ選手のあのドロップはこの場面で打たれると取れないですね。やはり角度とジャンプ力とあの攻撃があるからこそあのドロップが効きますね。20対20、この後は先に2点差をつけるまでゲームが続きます。小学校から社会人まで同じというこの一つ先輩カズノ、後を追ってきた早川、それぞれリオオリンピックを目指しながらというこのシーズンですが、ミックスダブルスにかけているのはカズノ栗原コンビ。サーブどうでしたか。はい、非常にうまかったですね。少し短いなというふうに思ったんですけれども、やはりこういう緊張感があるところは触ってしまいますね。手前のラインに届かないと、はい、まあ、アウトということになるわけですが、ゲームポイントカズノ栗原ペアです。奥へ、重なりました。あのあたりはどちらかが取るかというのは、はい、どちらでもいいと思うんですけど、サイドバイサイドに開いた時のポジションが同じ、横のラインだったので、どちらが取るっていうのは非常に悩むところですよね。はい、栗原選手が前にいれば任せることもできますし、非常に今は松友選手の打ったコースが本当に良かったですね。なのでゲームの前半であればどちらかに任せる心の余裕ということがあったと思うんですが、この場面だとやはりどうしても手を出したいという気持ちが先行してしまいますね。また21対21。
奥を狙って来ました、ね、ロング、ここで来ました、はい、いやちょっと数のクリア込みは当たらなかったでしょうか、はい、こういうロングサービスをここで出せる早川選手素晴らしいですね。しっかり次のサービスと狙いどころを今伝えているところです。勝負は早いかもしれませんね。チャンピオンシップポイント再び早川松友ペアです。このショートサービス、ここはカズノ、はい、カズノ選手素晴らしいですね、あの速さで早川選手のドライブっていうのは本当に速いんですよ、はい、あれをやはりあのラケットでメインで合わせて勝負できるっていうのは本当に素晴らしいですね。また同点、マストマが後ろからまた間、これも間、よく拾った、よく返した、あまだ続いている、最後は栗原、素晴らしいラリーでした。いや場内も大拍手、いや池田さんも拍手ですが素晴らしいですね、あの早川選手のスマッシュをあそこまでカウンターでできる数の選手で、その後も松友選手が取りましたから、いや非常にレベルが高いなっていう感じがします。今度は数の栗原ゲームポイント。いや非常にこう気持ちのこもったといいますかね、はい、素晴らしい決勝戦になっています。少しここは早川が間を取ります。はい、早川選手はゆっくり休んだ方がいいと思いますね。こういう時間を使ってしっかり呼吸を整えて、またこのゲームポイントに備える必要がありますね。そしてあまり表情は変えません松友。うまい、うん、よく対応している、うん、数のここで落とした、かなり角度がありますが、ここで再び早川松友チャンピオンシップポイント、サービスオーバー 23-0、 失礼しました、23-23、同点です、はい、同点です、同点ですね、失礼いたしました、はい、いやしかし本当にこう見応えのあるラリー、はい、あの面白いですね、やはりあのこの場面であのラリーを見せてくれるっていうのは、はい、やはりさすがに全日本総合の決勝だな、レベル高い試合だなっていうのを感じますね。お、栗原よく拾う、ギリギリは打ってきた、あ、今度は再び数の栗原ゲームポイント、引き込まれる場内、松友が後ろ、ネット、第2ゲーム数の栗原取りました、ゲームカウント1-1でファイナルゲームに入ります。栗原綾音さん、解説ロンドンオリンピック
ミックスダブルスオリンピック出場の池田慎太郎さんでお伝えしています。いやー本当に面白いですね。いやー面白いですね、レベルが非常に高いので、まあ、あと気持ちと気持ちのぶつかり合いですよね、はい、あの本当にあの2ペアともベストパフォーマンスに近い形の試合をですね見せてくれてるなって感じがしますね。20対20かな、最後は25対23。あの栗原選手はですね、あのかなりはっきりとリオデジャネイロオリンピックに向けてもらったチャンス、なんとかこの混合ダブルスでこのチャンスを生かしたい、オリンピックに出たいということをはっきりと口にしていました、はいはい、そうですね、やはり最初シングルスでユニスで育っていって、はい、海外も経験して、まあ、怪我もありながら、で次は女子ダブルスで勝負をして、はい、でまあ、あの女子ダブルスでも活躍している中でミックスという、ね、ポジションを与えられて、そこで今大きなチャンスをですね掴もうとしているところなので、本当にこの全日本のタイトル、そしてリオに向かって、全力で向かっている現状があると思いますね、はい。まあ、日本ユニシス OB の池田慎太郎さん、4人ともよくご存知だと思うんですけれども、そうですね、本当にこの、はい、気持ちのそれぞれのぶつかり合いですね、はい、それぞれの思いがあるかと思います、はい、なので数野選手も栗原選手もあのリオ五輪という可能性はですね、はい、十分あるという話もしていたので、はい、あの非常にこのタイトルを取って、もう来週からアメリカの大会が栗原選手、数野選手は始まりますから、はい、ファイナルゲーム、そこに向かって大きな弾みをですね、ここにここの総合で掴んでほしいと思いますね。さあファイナルゲームが始まります。これはネットにかかりました、まあ、この優勝がオリンピックには直接は関係は直結はしないんですけれども、この後の国際大会でのその活躍のポイントがオリンピックにつながっていきます。そのためにも日本一を取りたい。あー、ここは強烈な早川のスマッシュです。まあ、松友だけは今日2試合目ということになるんですが、はい、体力というのは4人は普段はどうですか、あまり変わりませんか、はい、間違いなく数野選手が一番ありますね。あ、そうですか、はい、年齢は一番上の数の30歳、はい、クリア、いいですね、しっかり足も動いてると思いますね。サービスオーバー、ワン、ここの数の選手のドライブ良かったですね。やはりあの決まる前のところが効いてるわけですね、はいはい、やはりコースをめがけてしっかり精度も高いドライブをこう左右に打ち分けることが非常にミックスは大切ですね。ここはロングサービス、はい、これは力強いスマッシュです。打ちやすい球を返させるためのその前の攻めという、はい、見てアウト、よく見ました。このショートサービスライン、前のラインに届かないといけません。押し込みましたがアウトです。ちょっとここは早川、松友連続ポイント、こういうところで早川、松友はつけ込んでいきたいところでしょうね。そうですね、やはり自分で決めるポイントももちろん必要ですけど、ミスを誘う、ね、ポイントもすごい大切なので。よく拾う、松友選手うまいですね。うわー、素晴らしい角度。サービスオーバー、すごいですね、はい、あそこにあのスピードで球の下に入る選手ってなかなかいないんですよね。顔の向きも違うように感じますが、はい、やはりああい こうサイドに動くスピードと攻撃力っていうのは未だ
衰えてはいないですよね。あの2ゲームとも激しいゲームだったと思うんですけれども、30歳カズノ、26歳栗原、早川29歳、松友23歳。ここは1本サービスオーバー、決まって5対3。最後は松友、松友選手いいですね。あの攻撃そんなにスマッシュが速いわけではないんですけれども、非常にあの本当に打ちやすい、打ちにくいところをめがけてしっかり打ってますよね。ああいう風な形でやはり決めてくれるとパートナーの早川選手も非常に楽なんですよね。具体的には打ちにくいところどのあたりに？あのやはりクロスの球で、あの胸元にかけてくる球ですよね。腕を畳まないと打てないっていうところが一番難しいので。今度はこちらが短かった。入ってますね。あ、入ってます。入ってます。いいんです。はい。セブンスリー。七対三。ここでちょっとリードが広がりました。そうですね。選手いいですね。しっかりと落としました、はい、あのしっかり準備をしましたよね。ストレートドライブに対してクロスのこういうドライブに対して女性が止めてくれないと男性の守備範囲っていうのはもう限りなく広くなってしまうんですよね。しっかり止めるべきところをしっかり止めた栗原選手、素晴らしいですね。これで8対4です。まあ、あのドライブ低く速いこのショットですけれども、そのどこまでこう女子がカバーをするかというところがまたポイントになってくるわけですね。はい、そうですね。うわ、ちょうど2人の間です。数の栗原からしますとこの辺りで連続ポイントが欲しいところかと思いますが、はい、やはり11までには追いつきたいというところはあると思いますね。厳しいコースでした。松友サービスオーバー9ポイント、表情変わらず。よく拾った。よく拾う。よく繋いでいる。数の栗原。ネットにかかりました。一瞬点を見上げましたこの数のです。10対5と開きました。サービスよく拾う。ここは押し込みました。サービスオーバー6-10。マストマが後ろ、縦の関係は早川松友。ここで早川が後ろ、おっと押し込んだ。
ったここは連携の、はい、ちょっとミスでしたか。栗原選手が判断が少し遅かったですね。おーと見せかけて任せたので、あそこの判断一つでね、本当に流れもポイントも変わってくるので、もう全く追う姿勢を見せない方がいいですね。そうですね、追わない勇気っていうのも非常に女性はあのミックスに対しては非常に大切なの で、 そうです、ね、はい、判断の速さっていうのも求められますね。ここでリードを広げます。早川松友3連覇を目指します。11対6とリード。数の栗原の方は少し苦しい展開になっています、はい、そうですね、まあ、栗原の方が話をしていたんですけれども、まあ、コンビを組んだ当初はまあ何も考えずと言いますか、思いっきりやれていたのが、いろいろ考えて、考えすぎることで一歩遅れてしまう、はい、そんな話をしていたんですが、栗原さん、11-6。さあ一気に決めるか早川松友、粘るか奥数の栗原。11点になって第3ゲームはエンドが変わります。これもネットにかかって12対6。インターバル明けの最初の得点は早川松友です。池田さんは現役の時はこういうちょっと流れが良くない時というのはどんなことを意識していらっしゃいましたか。やはり自分たちの形をですね、改めるというか、どういう形が一番ベストなのかっていうのを常に考えることをしていましたね。またやはり考えすぎても迷ってしまうので、本当にシンプルに考えることが大切だと思うんですよね。なのでネットを上げると見せかけて落とすだとか、はい、いう細かなフェイントっていうよりかはもう一つ決めたことは変えないだとか、サービスもショートを一本にするだとか、シンプルな決め事を少しずつ作っていくことで流れって生まれてくると思うんですね。これもネットにかかります。14対7。シンプルに決め事を作った、はい、ここロングサービス、ここは数野です。いい反応しましたね。ここネット落としても頭の上まで準備してましたね。ここはい、なかなかこういう反応っていうのは男子ダブルスでは常に反応しているので対応できるんですけど、こういうミックスだとあんまり前衛の仕事ってないので、たまに来るときは一番困るんですよね。なるほど、はい、これはサービスオーバー。15対8。早川松友3連覇に向けて終盤も流れ渡さず、ネットです。16-8。これは入っています。入ってますね。サービスオーバー9-16。途中あの辺りのシャトルがこうアウトになる場面がありましたが、ここは後ろは十分にありましたかね。16対9。これで16対10です。入ってますね。いいんです。
17-10。 やはり早川選手、ああいうロブの精度も非常にいいですよね。本当にシャトルをコントロールする能力に関しては本当に素晴らしい技術を持ってますね。ここはカズの栗原のポイントです。さあ、カズの栗原はこの辺りで連続ポイントを取らなければ苦しいところです。上げる栗原、いい角度です。これはよく見ていましたか。はい、あのドライブがすごくクオリティも高いですし、タイミングもバッチリでしたね。非常に攻撃的な姿勢がまだあのカズの選手にはあると思いますね。5点差です。カズノ、ネット越えません。サービスオーバー18。悔しがった栗原。さあ18-12。ここでロンビサービス、一本で返しました。カズノ、あの体勢から打ってきます。そうですね、やはり他の人よりワンテンポ早いので本当に2人とも反応ができないですね。ワンテンポ早く打って、はい、下がるのもやはり早いので。松友が後ろです。フォークを狙う。これ栗原前に来た。強烈ですが、これもかわす。ここでカズの栗原連続ポイント。これで4点差。ここは早川、力強いショットです。サービスオーバー。これで19点目。19-14。これはサーブがネットです。サービスオーバー。15-19。広げるか、カズノ、栗原。カズノのサーブです。クロス。落とす。また振る。いいラリーだ。今日はカズノ決めました。素晴らしいですね。やはりあのもう1時間近く試合をしているんですけれども、やはり運動量が落ちないですよね、カズノ選手。そうですね、本当にあの日々の練習をですね、こういうのをしっかりやってないと体ってなかなか終盤で動かないんですよね。なので本当にあの一緒に練習していた時期も本当にきつい練習もコツ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 やっていってたので、こういう終盤にかけてこういうところが大切になってきますよね。3点差まで迫ってきました。ここをカズノ選手、栗原選手取ると本当に分からなくなってきますね。チャンスあると思います。カズノのサーブが続きます。いやー、決まった。決めました、カズノ。17-19。ど
どうですかこのスマッシュ。いや本当に終盤本当落ちてもおかしくないんですけどね、やはり攻撃力っていうのが風野選手の一つの持ち味ですからね、それをどれだけ栗原選手が引き出せるか、この終盤本当に大切ですね。3連続ポイントで2点差、サービスはアウトだ。1点差迫ってきました。ゲームカウント1対1の第3ゲームです。ネット追いついた。19対19、5連続ポイント。いや来ましたね。来ましたね。本当にリズムに乗ると風野選手、栗原選手非常にレベルもう一段と上がってきますから、ここ本当に勝負ですね。ネット。ここは悔しがった栗原です。これでチャンピオンシップポイント。20対19。初めに攻撃した方が本当にチャンスあると思いますね。どちらが最初にスマッシュを打ち込むのかポイントだと思います。スマッシュ、カズノ、よく拾った。後ろからマットも、また追いつきました。20対20。皆さん先に攻撃をした方がとおっしゃいましたが、はいはい、最初に風野選手攻撃をしたんですけれども、こうして流れ持ってくるんですね。そうですね、初めに攻撃した方が一つの、ね、チャンスをつかむっていうところはあったと思うんですが、お互いやはり攻撃をしてディフェンスをして攻撃をして、やはりディフェンス攻守がですね非常にレベルが高いですよね。20対20、先に2点差をつけた方が勝ちになります。第3ゲームです。いやしかしこの数の選手のスタミナという話がありましたが、この気持ちのスタミナというんでしょうかね、はい、切れないですよね。栗原のサーブです。数の栗原がチャンピオンシップポイント。場内もどよめいています。今度は追い込まれたのは早川松友、はい、勝負ですね。やはり先に仕掛けた方がいいですか、はい、あと栗原選手のサービスがどれだけネットギリギリに行くかっていうところポイントですね。早川、あー落とした。カズの栗原初優勝。早川松友ペアを破りました。場内大歓声。リオオリンピックに弾み、なんとかこの後順位を上げていってほしい国際大会です。素晴らしい逆転優勝でした。栗原がサインをします。いや池田さん、はい、素晴らしいゲームでした。いや素晴らしい好ゲームですね。本当にお互いの意地と意地のぶつかり合いがこの4人の中でコートの一コートで体現してくれて、やはり非常に4人のメッセージがですねすごい伝わってくる気がしますよね。それぞれの思いがあるわけですよね、はい、や
やはり特にあの和野選手はこの前お子さんが生まれたばっかりなので、そうなんですか、はい、そういう思いもあったと思いますね。会場の皆さん、混合ダブルス大大逆転での初優勝になりました、和野健太選手と栗原綾乃選手です。まず栗原さん、いかがですか。1セット目取られたときに不安な気持ちがあったんですけど、2セット目に入って和野さんともう一回一からしっかり目の前の一球一球に集中しようというふうに話して、いいスタート、2セット目からはいいプレーができたかなと思います。その2セット目3セット目いずれもチャンピオンシップポイントを握られる中でした。どういう気持ちでプレーしてました。この大会は誰よりもミックスにかける思いが強かったので、絶対に負けたくないという気持ちで、リードされても気持ちを前に前面に出して頑張りました。オリンピックへの思い届きましたね。まだまだオリンピックには遠いと思うんですけど、でもこれでやっとスタートラインに立てたかなと思うので、でもオリンピックレースももう半分もないので、残りの試合もう一回頑張りたいと思います。では和野さん、苦しい場面何度も乗り越えました、いかがですか。そうですね、早川松友がすごい球回しが上手くて、自分たちが攻めたいんですけど、なかなかそういう展開に持っていってくれなかったので、本当ずっと我慢我慢で、でも相手も疲れてたと思うので、しっかり最後まで気持ち切らさずにやれたのが逆転できたかなというふうに思います。お二人のすごいプレーに会場が沸いていました。どう感じながらプレーしてました。いやー、でも僕たちも一本一本必死だったので、会場の皆さんの声援はあんまり頭に入ってきてないというか、もうでも応援していただけて、あの皆さんが楽しめる試合をできたんだったら本当に良かったなと思います。和野さんを支えたものは何でした。そうですね、やっぱりあの今日も見に来てくれてるんですけど、妻と息子が来てくれてたんで、まあ、辛い時も支えてくれたんで、やっぱそれがあって今までできたかなと思います。では最後に、オリンピックのために再びコンビ結成始めたというふうに聞いています。改めて思いをお願いします。そうですね、まだまだ今のままじゃ厳しいんですけど、こうやって日本全日本総合で優勝できたっていうのを自信にして、これからも2人で頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。おめでとうございました。